トレモントアベニュー駅はニューヨーク市地下鉄 IND コンコース線の駅である。ブロンクスクトレモントのグランドコンコースとイースト、トレモントアベニューの交差点北側に位置し、B 系統がラッシュ時のみ、D 系統が終日停車する。入り口駅は観光線2線と急行線1線、島式ホーム2面を有した2面3線の地下駅である。南北観光線はラッシュ時に B 系統が、その他時間帯に D 系統が使用し中央の急行線は、ラッシュ時に D 系統が使用する。液タイルは赤色である。駅には、フランクレスリー・ハンプトンが制作した、アップタウン・ニューヨークというアートワークが2000年から飾られている。このアートワークはこの駅の改札外全体に渡るほどの大きさで、終日開いている、駅南側の改札口で見ることができる。 駅は南北に改札街が分かれているが1999年の駅の改装以前はこの二つは繋がっており一つの改札街を構成していた。改札口は南北二カ所にある。南側は終日開いておりトレモントアベニューへと出ることができる。反対の北側は一部時間帯のみ開いていて179丁目へと出ることができる。また各ホーム中央には 社員専用区画行きの階段があるが、通行はできない。ありがとうございます。